どうもこんにちは。1985年にデビューした少年隊のメンバーであり、かっちゃんの愛称で親しまれた植草克秀さん。現在の少年隊の他のメンバーは、錦織一生さんは演出家アーティストとして、東山紀之さんはジャニーズ事務所の社長として、それぞれの道で輝かしく活躍しています。植草さんはジャニーズなのにちょっぴりダンスが下手で、いつも笑顔で親しみやすかったことから、お茶目でムードメーカー的存在だったと言われています。しかし2人に比べて一時期からメディアに出る回数が激減しました。その背景には植草克秀さんの問題行動が関係していたようです。なんと植草克秀さんは元妻への DV 行為や浮気など、テレビで見る印象からはかけ離れたことをしていました。そして最終的には奥さんを置いて家を出て行ったそうです。それ以降、奥さんは植草克秀さんと連絡が取れなくなります。その後、植草克秀さんは奥さんへの DV や浮気は事実であることを認め、月20万円の慰謝料と養育費を払うことを約束し離婚しました。そして植草克秀さんは浮気相手と再婚し、娘を授かります。それだけならおめでたい話なのですが、なんと植草克秀さんは娘にお金がかかるから養育費を減額してほしいと弁護士を通して元妻に連絡していました。しかも養育費を払えないと言っておきながら、植草克秀さんは数億円もかかるマンションに住んでいたそうです。これらの不祥事が世間にも明るみになり、ジャニーズ事務所は植草克秀さんの芸能活動を自粛する方針を取ったようです。そして退所後の2022年にもイベント企画などを行う企業の30代後半の女性社長とのラブホ不倫が報じられました。女性社長は植草さんの YouTube の運営にも携わっていたそうです。休憩2時間から2時間半で3000円台のラブホテルで逢瀬を重ねていたそうです。自宅こそ東京渋谷区の超高級マンションで、ベンツの大型ワゴンも所有しているが、現在はかつてのように満たされた生活を送っているとは言い難かったようです。ベンツの中でいつまでもグダグダと時間を潰し、いつまでも家に帰らない帰宅拒否症のような植草さんの姿が近所の人に目撃されていたそうです。そんな植草さんはさらに仕事は減り、最近では後輩の番組の時をかけるにゲストとして出演していたようですが、2023年現在もテレビ出演の仕事はほとんどないと言っていいでしょう。過去数年のテレビ出演状況からしても、渡る世間は鬼ばかり以外に目立った活動はありません。ジャニーズ時代の植草さんは1985年に仮面舞踏会でデビューしましたが、少年隊のグループでの活動は81年から始まっていました。80年にデビューした田原俊彦さん、近藤真彦さんのバックダンサーを務めていました。もっとも当時のメンバーは錦織さん、松原康之さんの3人、東山さんは82年春から松原さんと交代する形で加入しました。メンバー交代の理由は明らかにされていないが、当時から東山さんは事務所内で特別な存在だったそうです。小学6年の時、丸刈りの東山少年が渋谷のスクランブル交差点で信号待ちをしていると、ジャニー北川さんが車から降りて声をかけてきたといいます。ジャニーさんはオーディション参加者に同行していた少年に、ゆうやっちゃいなよと誘うことはあっても、路上でのスカウトは珍しいケースだったそうです。運動神経と身体能力に優れた東山さんの加入で、バク転バク宙を得意にする少年隊のパフォーマンスは際立っていきました。そして85年の仮面舞踏会で大きなムーブメントを起こしました。一躍スターの仲間入りをした3人、センターポジションに立つことが多かった錦織さんが軸と見られていましたが、やはり事務所内では東山さんが特別でした。東山さんは人懐っこい性格から、ジャニー氏の姉メリー北川さんからも可愛がられ、そしてメリー氏の長女藤島ジュリー恵子さんとの関係もささやかれるようになったほどでした。90年代に入ると東山さんは人気面でも抜けた存在になりました。一方で植草さんの露出は減少しました。
と同時に収入格差も生じていたようで、植草さんは親しくなった共演者たちにこんな愚痴を漏らしていたといいます。僕は月給30万円で働いているんです。東とは待遇が違いすぎて、噂によると10倍ほど違ったといいます。東山さんとの対応の違いは給与だけではなかったようです。メリー北川さんからの対応も相当違ったようです。植草さんは自身の YouTube チャンネルにてこんな話もしています。少年隊時代の舞台が開幕する半年ほど前、メリー氏が急に電話をしてきて、あんた冗談じゃないわよといきなり怒鳴り始めたそうです。来年何やると思うのよって電話かかってきて、わかんないじゃん何やるか、プレゾンでプレゾンってこともわかってないのよ。でもメリー氏から冗談じゃないのよ、来年はねウエストサイドやるのよって怒られたのと苦い記憶を告白しました。この時植草さんはなんで俺怒られてんだろうと困惑したそうです。そして詳しい要件を尋ねたところ、再びメリーさんは何の役か分かってんのあんたはと激高したそう。分かってないじゃん、まだ俺知らされてないから。分かりませんって言ったらメリーさんに、冗談じゃないわよベルナルドよって言われて、ちゃんとやりなさいよバチンって電話を切られたっていう思い出があってと話しました。東山さんはジャニー北川さん、メリー北川さんに好かれるだけでなく、若手の育成や指導を取り仕切る役割を務め、新人研修会でも講師をしたりしていたそうです。舞台があれば誰よりも早く楽屋入りして、腕立てなど入念に準備し、率先して取り組む背中を見せて後輩を引っ張り、仕事が終わると誰かれなく気軽に食事に誘って相談に乗りました。また50代の今も多忙な仕事の合間を縫って体を鍛え、腹筋を毎日1000回、一月に計100キロ走るといった目標を設定して努力を続けているのだそうです。片や植草さんはというと、仕事で目立たないからか複数回の不倫が報じられるなど、女性絡みのごたごたばかりが目につきます。様々な過去が積もり積もって現在のポジションがあるとすれば、なるほどと誰もが納得してしまいます。そして錦織さんは自ら裏方に下がり、舞台演出家として業界内で認められています。どんどんとグループ内格差が広がっています。また植草さんが表舞台で活躍する姿を見ることができるでしょうか。いつの日か見れるといいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。